ハロー YouTube 令和2年4月16日ぐらいですね。今ちょっとインスタグラム見てたら、あのジダン監督があの自宅で体幹のトレーニングチューブ使ったりしてやってるのを見てちょっと思い出したんですけど、ジダン監督が選手時代終盤年の頭突き事件、ワールドカップの決勝戦の頭突き事件、皆さんもちょっとご存知の人も言うと思うんですけど、それですね、それについてですね。で、なんだっけな、なんかそのクオーラっていう質問サイトで、あのなんかを質問したんですよね。で、まあその話になったんですよ。そのジダン選手がその続きを したんですよね。ワールドカップの決勝戦で、相手のディフェンダー選手に対して思いっきりその続きしてレッドカードで退場になったみたいな、あのこうすごい大きなそのニュースになった、あの世界的にニュースになった、まあそのやつ、まあっていうのもそのワールドカップの決勝戦なんですよね。あのイタリア対フランスで、で前回大会フランスが優勝したんですよね。ジダン選手がその4年前、まあその活躍して優勝して、でその次の大会でまあそのフランスがまた決勝まで行って、でそのまあイタリア、もうイタリアも強かったんですよ。でジダン選手がまあちょっと晩年だったのかな、もうそろそろ、うん。でなんだっけな、まあ結構接戦だったんですよね。接戦で、イタリアの選手に最後こう続きして、で結局、イタリア選手、イタリアが結果的に優勝したんです、したんですよね。でまあフランスは準優勝に終わったっていう感じで、でその時はもうそのだからその一部分しかしなかったんですよ。その続きをして、まあそのなんかイタリアのディフェンダーがなんか倒れて、でもう一発レッドカードみたいな感じで、そのそれ以外のこと知らなかったんですけど、まあニュースとしては知ってたんですけど、でそれのなんかそのなんでそういう風になったかっていう経緯を、その1ヶ月ぐらい前にクオーラで教えな、その回答者の人が言ってて、何の質問か忘れちゃったんですけど、でその経緯っていうのがそのなんだっけな、あ、そうそうそう、あのそのイタリア その選手が、ディフェンダーが、挑発としてそのジダン選手の家族をこう人種差別的なその侮辱行為をの発言をなんか言ったらしいんですよね。でその前提としてそのジダン選手はなんか移民かなんかか分かんないんですけど、でそのなんか繰り返し繰り返しそのイタリアの選手がその人種差別的な発言をそのジダン選手に、あのその本人じゃなくてその家族の人種差別的、家族に対しての人種差別的な発言をその繰り返しジダン選手に言って、でそれでまあジダン選手がその続きしたっていう話なんですよね。でまあそのちょっとまあそういう感じで、まあその選手はまあちょっと詳しく忘れちゃったんですけど、まあいいや、もういいや